はい、みなさんこんばんは。イラストレーターのしぐれういでー。聞こえてますか？2週間配信してないからさ、3週間な。すいませんね、2週間と言いましたが、本当は3週間休んでました。すいませんね。生きてたんだ。いや、死んでないよ。何をしていたかというとですね、しぐれういは、まあ、2週間ぐらいは仕事が忙しくてやってなかったんですけど、最近の1週間は食中毒になっておりました。じゃあ、ツイッターを知らない方は、えって思うかもしれないんですけど、しぐれに食中毒になってました。初めてだったの？いや、きつかったわ。よく復活するな。ゾンビかって言われてましたけど、ゾンビではありません。人間です。雑草美味しかった。違う。じゃあ、拾い食いしたんじゃないんだよ。違うんだよ。タンポポ美味しいよ。あんまり草食べない方がいいかも。まあ私は何になったかというと、カンピロバクターだったんですよ。多分。生レバー、いや違うんだよ。カンピロバクターは鳥なのよ。いやなんかね、あんまり自信ないんだよ。だって生肉食べてないんだもの。もう、まずね、37度2分ぐらいが出たの。夜に。あー、まあギリ平熱かと思って。私はもう大体37度ぐらいが平熱なんですよ。すいません、高くて。スバル食べた。スバルは食べてない。スバルも焼いて食べればカンピロバクターならないから。なんかお腹若干痛いけど、まあ寒いしな。私よくお腹壊すし。外5度とか4度とかだから、まあ寒いかっつって。そのままほっといたんですよ。ねえ。次の日めっちゃ眠くてずっと寝てて、でなんかあれ気がついたら寒いのなくなってるな、うん、熱戻ったかと思って測ったら39度だったんですよ。いや高っかと思って、いやこれはさすがに平熱ではないなと思って、あ、まあ、ついに私のコロナ無敗伝説が破れたかと思って、私今までコロナかかったことないんです、実は。したらインフルもコロナも陰性だったんです。私はね、またただの風邪で高熱寝てんのって思って、先生がお腹痛が今後悪化しなければ多分カンピロバクターだと思うんだけど心当たりありますかって言われたんですよ。で私心当たりが全くなかったの。カンピロバクターって鳥によく入っていて、その後ねよく考えたらなんか1週間ぐらい前に仕事先の人と一緒にね焼き鳥を食べたんだよ。でその仕事先の方が自分カンピロバクターでしたみたいな連絡が後々来て、あ、じゃあこれじゃんってなったんだよね、多分。だから多分それ。いやだってさ、焼き鳥でなるとは思わないじゃん。そう、しかもこう雑多な感じの焼き鳥じゃなくてさ、これお仕事で食べるご飯だからさ、こう1本ずつ出てくるタイプのめっちゃ美味しいいい焼き鳥だったの。と思って。まあ嫌だけれども当たっちゃったなみたいなところあると思うんですけど、焼き鳥でさ当たると思わんやん。って思ったわ。痛っ。